日本のスポーツってキャリアはまあ引退した後に考えたりとか二の次みたいなイメージがあるんですけど、それは変わってきてるんですかね。変わってきてると思いますね。やはり選手のやっぱり価値をどう見るかっていうところですよね。はい、吉田社長はリスクマネジメントどういうふうにお考えですか。リスクマネジメントって、はい、まあ2つあるんですよね。はい、起きた時に それをあの被害を最小限にどう止めるのか、はい、でこれがもうあのリスクが起きた顕在化後の、はい、で顕在化前が実はこれが一番大切で、よく試合の日が全てで見られがちだと思うんですけど、でもそれだけじゃないんで、そこに至るまでたくさんの方々が携わられていて、例えばこうそこにもスポットライト当てていって、いい意味でこう SDGs を使って光を当てて、そこをもっと伸ばしていくっていうことをできたらいいなっていうふうには思いました。結構平原さん選手へのなんか講演とかやってるんですよね。講演というか研修みたいな、はい、選手の講演もそうですね、はい、他の、はい、チーム経営の どんなことを教えてるんですか。どんなことを教えてる、はい、まあ、選手に関しては、はい、あのキャリアのところですね、ところがあって、まあ、先ほど あのバルサの話ではないんですけども、メッシっていうところ、メッシもすごくもう先ほど吉田さんもおっしゃってたんですけど、こう幼い時からあのバルサのチームの方々がこうメッシを見つけて、ですごい体が小さかったんですよ。小さくってスキルはあるけれども、本当にこのままで選手になれるのかな、大丈夫かなっていう不安がある中でも、そこに対して先行投資をしてって教育も与えて、でこうサッカーできるような環境ですね、もともと裕福な環境ではなかったので、うん、彼が育ったところが、そこをこうずっとずっと育んできたからこそ、メッシがあの実際に、選手になった時に、自分も体のこう大きさとか体のこう作り方関係なく、バルサが支援してくれて今の自分があると、うん、だからそういう環境をより多く あの子どもたちに作ってあげたいって思いがあって、で本人もこう時間があった時は必ずこう学校に行ってサッカーを教えたり、あとロサリオってとこ出身なんですけど、アルゼンチンの、はい、でそこに対して寄付をしたりとか、そういう活動をずっと言われたからやってるじゃなく自分がやってたんですね。でそれが今の彼のこうブランディングにもつながっていって、サッカーをしている、ピッチ上でサッカーをしているメッシプラス、やはりこう子どもたちの教育に貢献していくメッシ、そこにユニセフとかがあのすごく着目をして、ユニセフがこうスポンサーになったりとか、そうやって彼がやはりブランキャリアっていうところとブランディングっていうのをしっかりしてきたからこそできたことであって、こういったことをもっともっとあの日本ってサッカー限らずそのスポーツ全般で見て、キャリアとその試合上でのこう結果ってところがまだここあの結びつけられてないので、ここのこう動線を引くっていうことを、ね、私はもっともっとやっていきたいなっていうふうに思います。もうそれ選手ではないんですけども、はい、まあ、そこの経験をお話しできればなと思って、はい、吉田さんの今の話どう思いますか。いや素晴らしいですよね、はい、でまたそういうこういう平原さんみたいにスポーツ選手をこうやってサポートしてくれる方がこうたくさん出てきてるっていうのは本当にありがたいと思いますね。やっぱりあの選手たちもずっとサッカーをこうやってきた中で、まあその次のセカンドキャリアをどうするのかというのを、やっぱりスポーツ選手って怪我が多いですからね。それで ある日突然そこからキャリアが終わってしまう可能性もある。だからそういう意味では普段のサッカーもしながらも次のキャリアのことも踏まえて自分の勉強もして、あの学びをこうしていかなきゃいけない、うん、そこはやっぱりサポートしていく、これはやっぱりあのサッカークラブとしても非常に大きな我々の責任だと思ってますね、うん、やっぱそこもやらないといけないなというふうに思ってますので、まあ、こういう平原さんのような活動されているところ本当にありがたいですね。ちょっとあの偏見かもしれないんですけど、はい、なんか日本のスポーツって、まあ、結果を出せばいいじゃないかという、でキャリアはまあ引退した後に考えたりとか、まあ、そういう社会貢献はまあ、二の次みたいなイメージがあるんですけど、はい、それは変わってきてるんですかね。いや変わってきてると思いますね、はい、やはり選手のやっぱり価値をどう見るかっていうところですよね、はい、だからあの、まあ、選手時代にこう、うん、なんていうかな、こう自分でこう出してきたものというか、はい、あの価値がそのプレーそのだけじゃなく、例えば選手としてそんなに大切しなくても、はい、その後まあ、
スポーツの世界でいうと指導者になったりだとか、はい、それはまた別の価値を提供してるわけですね、はい、別にあのサッカーの世界だけではなくてそこからつながるの別の世界で、うん、そこで何らかの価値を提供できる、はい、それができればサッカーやってたことは 何の無駄にもならなくて、確かに それが基盤があって次のキャリアに進んでいくと、うん、いうところですから、うん、そこをどう導いてあげていられるのかという、うん、ところは本当に大事だと思いますね、うん、なんかその辺はあの吉田社長は多分ガバナンスのご専門だと思うんですが、はい、その辺も関わってきますかね。そうですね、はい、まあ、ちょっと3つ目のこの ESG に先取りしちゃいますけど、はい、この G の部分ですかね、はい、まあ、あのリスクマネジメントとかもやってらっしゃったと思うんですけど、はいはい、なんかその選手のガバナンスとかあのチームとしてのとか、はい、その辺はどういうふうにお考えですか、ね、やっぱり、はい、あのまあ、選手もそうですし、はい、そのクラブ自体がやはりすごくあの、まあ、注目されてますよね、はい、ですから、我々あのクラブの人間一人一人が自分たちのこの日々の行動にきちんと責任を持たなければいけないと、うんうん、まあ、SNS は今誰でもできますけれども、 そこで発言する、内容っていうのはやっぱり責任を持たなければいけないということですね、うんうん、で先ほどあのお話しました経済の話をしましたけれども、はい、いろんな会社をこうつなげると、でそれはやっぱり川崎フロンターレというもの一つの、まあ、ブランドが、これが地域密着だとか社会貢献をしていく、まあ、そういうブランドがあって皆さん安心してフロンターレとお付き合いしていただいて、この信頼っていうのが先ほど26年かけて地道にこう積み上げてきたもの、うん、でもやっぱりそこで何かあの問題がコンプライアンス上の問題が起きたり、うん、何かのリスクマネジメントを失敗してですね大きな問題になったりとかすると、まあ、そこの信頼というのは一気に崩れてしまうんですよね、うん、やっぱりこれっていうのはやっぱり避けたいと、やはり皆さんと信頼関係があっての我々のクラブということですから、うん、ガバナンスはやっぱり強化、うん、ESG のうちで、はい、まずはあの、まあ、S の部分は社会性というところはここ今まで一生懸命やってきましたので、うん、はい、やっぱり G のところもきちんとやっていこうというのが、まあ私社長になってからですね、あの力を入れているところでもあります、うん、そこは平原さんもサポートしたりとか何かどういうふうにお考えですか。そうですね、あの吉田社長が就任されてからあの教育っていうところを新たに、はい、あの加えたっていうところがありますね。それは選手への教育ですか。あのクラブの従業員の方、はい、に対するこう、そうですね、教育っていうのを導入して、はい、うん、でこれってすごくあの珍しいことでもあって、うん、でそれってやはりこう吉田社長の以前 そのキャリア、リスクマネジメントをご経験されていたり、あとアメリカにいた時もあのそこでの経験だったりで、実際に富士通さんにいらっしゃった時に参加したあのこう1年間のリーダー研修みたいなのがあって、まあ、そこの経験を今あのフロンターレさんに新たな知見として導入されているってところがあるので、る、うん、そのあたり吉田さんに聞くともっともっと出てくると思います。質問のパスですか。パスですね、パスですね、さすがスルーパスが来ましたね。、はい、やっぱりあの、はい、まあ、私あの先ほどちょっとあのありましたけど、アメリカに駐在してまして、はい、その時にあのリスクマネジメントっていうのを向こうでこう学んだのが大きかったですね、うん、まだ日本ではそんなにリスクマネジメントって言葉は私、まあ、あの言ってたのは2000年頃ですね、ちょうどあの、9/11 が起きた あの数ヶ月前にアメリカに駐在してですね、そうですか、まさにあの9/11のその日にマンハッタンで私、あのミーティングの予定だったんですね。で朝私は西海岸にいたんで朝、飛行機に乗って、ニューヨーク行きの飛行機に乗るところであれが起きてですね、はい、であの緊急のエバキュエーションしろって言って、はい、飛行場からみんな家に帰れバーって、避難したんですけども、はい、まあ、その時にはシリコンバレーにいたんですけども、はい、シリコンバレーも攻撃されるんじゃないかとか、うん、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジも攻撃されるんじゃないかとか、そういう、まあ、デマみたいな色があってですね、はい、まあ、ものすごいパニックになってた、はい、まあ、その時にあのその時にアメリカに、まあ、いましたので、もうリスクマネジメントっていうのはものすごくこうあの、まあ、ビジネスやる中でもものすごく重要 な、まあ、一つの、あのだったんですね、はい、で、まあ、そういう経験もあったので日本に帰ってきて、うん、リスクマネジメントっていうのはやはり経営の中のやっぱり大事なあの、うん、ものとして入れていきましょうということで、
始めたというのがあります。まあ、その後、東日本大震災が起きたりとかですね、あ、まあ、その時にあの我々の、まあ、富士通の工場も、仙台の方にありまして、そこが被災して、そこでもあのパソコンの工場だったんですけどね、あの止められないので、他の地域の、ラインをこうひっくり返してやったりだとかですね、まあ、そんなこともやってましたね。まあ、そういう経験もあって、あの、まあ、コンプライアンスもそうですけども、うん、そういう重要性っていうのはもう、うん、あのずっとビジネスもやってきたというのがあります。どうしてもまだまだ日本では、まあ、だいぶ広まってきたんですけど、リスクマネジメントというとなんか縛るものとか不自由にするものみたいな、ちょっとネガティブなイメージがあるじゃないですか。吉田社長はリスクマネジメントどういうふうにお考えですか？リスクマネジメントって、はい、まあ、2つあるんですよね、はい、起きた時に それをあの被害を最小限にどうとどめるのか、はい、でこれがもうあのリスクが起きた顕在化後の話、はい、で顕在化前が実はこれが一番大切 で、まあ、でもし起きた時にどう対応するのかというのを、事前に、きちんと整理しておいてですね、うん、起きた時にすぐ対応できると、うん、まあ、これができてるかできてないかと、うん、あの起こってから慌ててしまってもらうということですね、うん、でこれはもう普段から従業員あの社員がですねそういうメンタリティを持っていなければいけないということ、うん、ですからやっぱりこれ教育がものすごく大事だと思います、うん、ですから、SNS の教育なんかっていうのもやりました、うん、あの発信はやっぱりフロンターレの選手もそれから社員もものすごく多いですよね、はい、でその時に、やってはいけない NG ワードは何なのかとか、はい、そういったこともですねあの教育をしてますね。はい、どうですか平原？そうですね、はい、やはりこれってまあ今あのデジタルタトゥーとかいろいろある中、はい、選手のキャリアにも関わりますね。関わってきますね、うん、はい、し、まあ、クラブに関わるという選手のキャリアにも関わるところだと思うので、はい、まあ、しっかりとそこをあの事前に教育していくってことも大事ですし、うん、もう注目されている川崎フロンターレさんだからこそあのそこに甘えずにそこにちゃんと向き合って、うん、先手先手を打っていく、まあ、そんな姿勢を今吉田さんの話を聞いていて感じもう決意表明みたいな感じました。でも平原さんも SDGs がご専門だと思うんですけど、はい、なんか伝えたりしてるんですか、そういう話とか。はい、どんなことを伝えてるんですか？あ、そうですね、はい、まあ、SDGs の、 あの一番最初に伝えてるのが SDGs のためにやるのではなくて、何よりもその川崎市のためにやることを考えていきましょうというのは、うん、あの冒頭であの必ずお伝えしていることです、はい、で、やはりもうフロンターレさんたくさんやってることがあるんですね、はい、でこれまで伝えてこなかったんです。これ SDGs ですってあえて言わなかったんですね。あ、そうか、前からやってたわけですね。そうなんです。 SDGs って言葉違う言葉だったんですけども、もうそれはもうやって当たり前のこと、川崎市民のためだ、市民の皆様のためだったり、こうパートナー企業さんのためにやって当たり前のことで、本当に去年まで全く言わなかったんですけども、でもこれをしっかりとこう出していくことで、やはりこう見え方といいますか、こうファン、サポーターの方々も学べることもあったりするの で打ち出していこうってことを決められて、うん、でもじゃあだからといって SDGs のために何か考えにやめましょうと。でどちらかというと、いろんな方々が川崎市に住まれているので、そんな方々のために何ができるのか、これまず考えていきましょうと。でこうペルソナのをこういろいろ作らせていただいて。あ、そういうことやってるんですか？そうなんですよ。その川崎市民の方のペルソナ、川崎市民の方のペルソナです。あ、どういう人がいるか。そうなんです。例えば、はい、あの外国人労働者の方とか、ベトナム人の方とかいらっしゃるんですけど、はい、とか、あとはこう働くお母さんとかで、ちょっと育児に困っていてとか、あとちょっと孤独を感じているおじいちゃんとか、うん、そういうのをいろいろペルソナとして作らせていただいて、で各こうチームでペルソナを選んでいただきます。でその上でそのペルソナに対して何ができるのか、うん、川崎フロンターレさんとから何ができるのかっていうのを考えさせていただいたりしてましたね、うん、はい、実際どうですか、そういうのをやられてみて。あの、はい、ま、あの普段からうちの社員みんなそういうことばっか考えてるんですね、はい、川崎市民のために何ができるのか、はい、サッカーファンのために何ができるのかって常にこう考えて、はい、まあ、そういう中でさっき あのダジャレをで皆さんが分かりやすい分かりやすく入ってくる、あ、ダジャレには深い意味があるんですね。で、まあ、そういうことをずっと考えてるんですけど、はい、まあ、平原さんが来ていただいて、
あのそういう講義をして、そういうことをきちんとロジカルに、うん、なぜこういうそのペルソナに対し、はい、それに対して、うん、こういうアプローチをするのかと、きちんとロジカルに整理できたっていうのが良かったので、今まで感覚的にやってたものが多かったので、はい、うん、そういう意味ではあの非常にあの平原さん の, あの海外での経験だとか、今までのあのいろんな経験談をもとに、うん、あの新しい考え方というのをですね、影響を与えていただいているというのが大きいですね。自分たちの中だけでやってるとどうしても世の中の過圧になってしまうと、川崎、我々川崎市民だけではないですから、川崎市民からも広がって、あ、まあね、日本全国のサッカーファン、世界中のサッカーファン、まあ、アジアのサッカーファンでこう広げていきたいっていうのがありますから、そういうことに、そういう意味ではすごく勉強になってると思いますね。はい、そうですね。なんかあのもう一つのこう目的としてあったのが、はい、いろんなこうスタッフの方々、従業員の方々と関わっていく中で、よく試合の日が全てって見られがちだと思うんですけど、でもそれだけじゃないね、そこに至るまでたくさんの方々が携わられていて、例えばこうサッカーっていうものをもっと多くの子どもたちだったり人に触れてもらうためにサッカー教室をされていたりで、しっかりとこう地元 の, あの企業さんに対して還元していくためにあのいろんな活動もされていたりして、それがあっての本当スタジアム運営であってクラブ経営だと思うんですね。そういったようなこういろんなこうアルバイトの方とかも参加されてたんですけども、その研修にで、あの活動もそうだったのねって、あの活動もこのスタジアム、うん、クラブ経営のにつながってたのねとか、うん、そこに気づきをあの与えられたっていうところと、そういったような仕事があってスポットライトいつも試合に行きがちなんですけども、そこも大事だっけ、それ以外もめちゃくちゃあると。でそこにもスポットライト当てていって、いい意味でこう SDGs を使って光を当ててそこをもっと伸ばしていくっていうことをできたらいいなっていうふうには思いました。うん、はい、面白いですね。これ結構各 J リーグのチームやってるんですか、それでも結構フロンターレさんが先を行ってるんですか。はい、どうでしょうかね。はい、うん、あのそんなにできてないっていうふうに聞いています、うん、まあ、我々だけというつもりはないんですけども、そういう中ではあの J リーグさんともいろいろ相談しながら、あれこんなことやってますよっていうので、うん、じゃそれを今度横展開していきたいですねっていうことはおっしゃっていただいてるので、はい、いいですね。各地域のチームがそうなったら面白いですよね。そうですね。なるほど。はい、あと最後ちょっと前後しちゃったんですけど、この、まあ、ファンダム経済って、まあ、はい、話したくて、まあ、最近よく言葉でこういう本とかも出てて、まあ、私とか BTS が好きなんですけど、BTS はファンがアーミーと呼ばれてて、ファンが広めてくれてるんですよね。ちょっと BTS ネタ1個いいですか。はい、何ですか。なんかやってください。歌うんですか。歌ってください。歌いはできないんですけど、はい、BTS はありますよね、動画、 TikTok の動画でちょっとバズって TikTok でやりましたけど、はい、こういう場ではないので、はい、あれは丸飲みしてました、はいはい、であのこういう、まあ、昔はチームがいて、まあ、ファンなんか一方的にコンテンツを与えるだけだったのが、まあ、ファンがなんか真ん中にいて、うん、ファンを巻き込みながら経済圏を作っていくっていうビジネスが最近増えてるんですけど、なんかフロンターレさんもそうかなと思って、結構ファンを巻き込んでるというか、はい、平原さんに事前に聞いたところ、はい、うん、オープンでなんか説明してもらっていいですか。だから説明してオフィスがオープンなんですよね。そうです、はい、まあ、いろんな企画がこうあるんですね、はい、企画があって、どうしてるんで、どうしてこんな企画力あるんですか、はい、フロンターレさんイコール企画力っていうところと、はい、川崎市のためにっていうのが、はい、他のクラブさんに聞いても必ず返ってくる言葉だったんで、はい、こう従業員の方に聞いていくと、はい、こう窓口をオープンにしてるっていうところがあって、うん、はい、例えばそのブルーサンタっていう、はい、あの選手の方々がこう実際に病院に行って、はい、子どもたちをこうあのこう応援していくようなプロジェクトがあるんですけども、うん、まあ、そこの衣装とかも、はい、衣装部っていう方々がいらっしゃるんですよ、はい、でこれどんな方々かというと、こう地元 の, あの方々でこう衣装を作るようなファンサポーターの方でボランティアで、そうなんですよ、ボランティアでやられていて、でなんでそれができたんですかって聞くと、こう定期的にあのサポーターの方々と一緒になって、どんな商品作ったらいいかなとか、どんな企画やったらいいかなとか、じゃあそのためにあの自分たちだけではできないので、やはりこう川崎フロンターレさんのリソースだけでは必ずできないことですし、一緒に作っていくってことをすごく意識されているからこそ、そこは窓口を広げていって、いろんな企画をサポーターの方と作っていくっていうことをやられているっていうふうに伺いました、ね、うん、はい、サッカーはサポーターという言葉はよく聞かれると思うんですけど、はい、ファン・サポーターってこれ、
他の競技にない特殊な、いや、そう思いますね、存在だと思うんですよね、はい、で私も、まあ、こちらに来てここにあのフロンターレの経営をやるにあたって、まあ、選手コーチ監督これがまず現場があってそれから、クラブを支えるスタッフですね社員あの事業部門があってでもこれだけじゃ回らないんですね、はい、ファンサポーターも一緒になって経営していかないと回らないっていうこれがちょっとサッカーの経営独特だなとい う, い、ね、これ別にファンサポーターにお金払ってるわけではない、そうですよ、ね、ないわけですけど、はい、皆さんボランティアでやっていただいてるんですよね、はい、でこのなんでこんなサッカーってこんなに、ファンサポーターっていうのがもう半分なんか自分の生活の中にサッカーフロンターレがもう生活の一部というか中心になっちゃってる方って大勢いると、これなんでかなというふうに私これはまあ私 の, あの独自の考えとか思いなんですけどね、私あのサッカーやってたわけじゃないですよ、スポーツやってたんですけどずっとアメリカンフットボールやってたんですね、あの企業チームでずっとやってまして学生時代からやってて、でアメリカンフットボールもそうですし野球もバスケットもそうだと思うんですけども、まあ、割と得点がこう点が入ってですね、確かに、うん、試合の始めから終わりまで割とこうテンションが高く、うん、でこう、点が入るわってこう盛り上がって、うんうん、でこういう状況がずっと続いていくんですね、でサッカーってあの、サッカー嫌いな人はですね、いや90分間試合見てても1点も入らなくて90分間つまんないよねと時間の無駄だと思う方もいらっしゃる、まあ大体そういう方はサッカー見ないっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、私もどちらかとそういう方だったんですよね、であのやっぱりサッカーを見出してこうやってると大体ですねサッカーって3回見に行くと癖になるっていうんですよね、やっぱりあのすごくストレスフルなスポーツなんですよ、確かに見ててずっとボールをかけて見てますけど、はい、点がああまた外したああまた取られた、まあ、そういう感じですよ、で90分間見てて1点入るかどうかですよね、確かに1対0の試合とか、まあ、場合によって0-0の試合だとかあります、はい、1点入った時のこの90分間のこのストレスが一気に爆発してアドレナリンがうわーって上がってですね、大爆発するわけですよ、この時の喜びだとかってこれ普段の生活は絶対味わえないものです、はい、これが3回あるともうアディクションになると、うんうん、もう来てしまう、そういう方たちがやっぱり、はい、あのこうファンになってそしてサポーターになって、はい、でもチームとはもう離れられない存在になってるというのがですね、これもサッカー独特な世界だなというふうに感じますね、なるほど、実際見ててどうですか、いや、はい、あのこの間その SDGs ランドでブースを出させていただいたんですけども、その時の運営はサポーターの方が手伝ってくださったんですね、うん、で驚いたのがあの、まあ、子どもたちに未来のスタジアムについて描いてもらってこうプレゼンしてもらうような流れだったんですけど、ペンとか、まあ、あれがないこれがないって言ったらその方のこうポーチの中にフロンターレカラーのペンだったりピンだったり全部揃ってるんですよ。そうなんです。輪ゴムもブルーなんですよ。ブルーと白なんですよ。いや、たまたまじゃなくて、え、本当で。輪ゴムまで揃えてますか。そうなんです。全部揃ってて、え、どういうことですかって。いや、そうなんですよ。僕すごいんでって言って、もう愛をすごい感じました。もうこの後の試合も楽しみですって言いながら、そこまで熱狂的なそのファンサポーターがいるってすごいなってシンプルに思って、でこれってやっぱりあの対話なんですよね。終わった後ブースを、その日雨だったんですけども、あのブースをこう撤収する時もフロンターレ の, あのスタッフの方も来られて、でいや、お疲れってなってこうハイタッチしている姿とかって超えてるんですよね。関係性がファンサポーターとフロンターレの人じゃなくて一体感がやっぱりあって、そこってあのそれがあるからこそこんな熱狂的なファンサポーターの方々があのいらっしゃるんだなって実感しました。さっきサッカーって不思議ですよね。バスケは本当100-90点とかありますけど、どん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 点ありますけど、そうですね、そこが逆にもう熱狂を生むっていうことですね。だからまあ興味ない人はなかなかね、あの見ないかもしれませんけど、はい、だから先ほど3回見たら3回見たらもう癖になりますから、あ、だからであるがゆえにファンが中心、サポーターが中心に盛り上げていくっていう、そうですね、そうですね、うん、もう彼らなしでは運営できない
ですね、うん、今後なんかどんなアイデアありますか、もっとそのファンサポーターの方を巻き込んで、うん、経営の中心に持っていくためには、ね、やはりあの、はい、ファンサポーターの、あの今平原さんお話しあったように、はい、生活の中に、うんうん、あのサッカーというかフロンターレっていうのがもう一つ出来上がっているわけですよね、はい、うん、まあ、それを中心に、まあ、あのお仕事をしたりだとか、うん、通常の生活をしているって方も大勢いらっしゃると、うん、で我々は、そういう皆さんのですね、やっぱり、まあ、先ほど何回もお話ししても、あのプラットフォームを基盤として我々は提供している、でそれにそこを皆さんの生活の中の基盤が、まあ、サッカーでフロンターレ、うん、そこにいろんなコンテンツが乗っかってくるという、うん、そういうふうに、あの形を作っていきたいと、はい、でそこのコンテンツの一つに例えばあの今日のメインのお話である SDGs、はい、こういう活動を我々がコンテンツとして提供する、うん、でこれフロンターレ今度 SDGs のこういう活動をやりますよ、はい、みんな一緒にやりませんか、はい、そうすると皆さんそこのプラットフォームに乗っかっているファンサポーターの方たちが SDGs 活動に一緒に来ていただける、うん、であの、まあ、例えば清掃活動やりましょうよっていうと、うん、もう皆さんそこにバッと集まってくる、でやっぱりあの単にサッカーを見に来てですね、サッカーで勝った負けたっていうものだけではなくて、そこにアディショナルにいろんなあのコンテンツを提供していくっていうのがこれは我々の責務であって、それがなければサッカーだけの生活では豊かな確かにあの人生じゃないですよね、はい、そこにもっとやっぱり、善なるもの、 あの善行、世の中に役に立つもの、はい、そういうことをこうあのこう提供することによって皆さん本当心が豊かになって、フロンターレと活動することによって本当にいい人生だったなっていうものをこう提供するっていうのが、まあ我々の責務だなと思ってますね。そのくらいの社会的な私は責任というものがあるというふうに思ってますね。こういうのってあの選手にはどう説明してるんですか、まあ、あの大変じゃないですか、まあ、その試合とは別の稼働をしないといけないということで、はいはい、どんなコミュニケーションを取ってるんですかね。あのはい、もう監督自らが、はいはい、要は勝つだけじゃないんだよとか、こういうことをやるのがカサグロンターレだよ、あでこれがあの中村健吾さんだとか、はい、あの中西哲夫さんだとか、はい、過去の OB の諸先輩方があのきちんと教育していただいて、すごいですねそっか、でも確かに中村健吾さんみたいな日本代表クラスの方がやってると、はいはい、そうじゃあもう やんなきゃいけないみたいになりますよね。はい、ちょっとそろそろ時間なんで最後ちょっと一言平原さんと吉田社長からいただきたいんですけど、はい、まず平原さんなんか今後の、はい、まあ、フロンターレ今日フロンターレさんの事例を通して、うん、まあ、サッカー経営だけじゃなくてちょっとビジネスのヒントももらった気がするんですけど、はい、なんかその辺の視点から、うんうんうん、今後やりたいこととか、はいはい、なんか最後ありますか。そうですね、はい、今後やりたいことっていうところよりも伝えたいなって思うところは、はいはい、あのフロンターレさんがされてることって先ほど善行っておっしゃってたんですけども、うん、人の生きがいをどん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 作っていくことだと思うんですね、はい、で日本って、まあ、全体的に見てこう生産性が低くなって人口減少って言われてるんですけど、うん、ただ生きがいを見つけるとどんどん人って一歩前に自分から進んでいくと思うんですよ。そういったようなことをこう本当に親しみのあるこうフロンターレさんからこう伝えていくことでもっと身近に感じると思うんですね、うん、あこういうことって人のためになってたんだとか、うん、こういうことで笑顔につながってたんだってことを本当にこう生きがいクリエイターみたいな形で、フロンターレさんと一緒にこう活動することで広めていけたらいいなっていうふうには思ってます。吉田社長最後に、はい、そうですね、うん、あのまあ、私いつもあの社員にも、はい、あの言っているのは川崎フロンターレは単なるサッカークラブではないですよと、で一つにはやっぱりずっと地域を大事に地域密着できたので、うん、要は町のインフラになりたいと、生活においてなくてはならない、うん、まあ、水道だとか電気だと同じように、うん、川崎フロンターレのない生活なんてつまんないよね、うん、生きがいがないよねっていうぐらいな存在になりたいと、うん、でそれはやっぱりあのサッカーで皆さん喜んでもらうことだけではなくて、そこから派生したいろんな社会貢献活動をみんなで一緒にやるだとか、うん、あと健康をですね、まあ、お年寄りもそれから子どもたちのサッカースクールもお年寄りの健康体操もみんなあの やってですね、あの健康的な街にしていきたいと、うん、まあ、そういうそれが我々の責務だと思っているんですね。ですので、まあ、そこの
先ほどもお話ししましたプラットフォーマーとしてですね、サッカーを一つの基盤に、そこにどれだけいろんなコンテンツを我々が提供して、いろんな人に豊かなその人生をですね、提供できるのかということがやっぱり我々のパーパスじゃないかなと思っております。結構ピボットってサッカーコンテンツが人気あってですね、多分なんかサッカーの経営を通じて次の時代ってこうなるんだろうなってなんかすごい詰まってる気がするんですよ、はい、だからすごい今日も良かったですし、なんか普段の選手のプレーとは別の視点でなんかサッカー見るというような感じになる気がして良かったなと思います、はい、ありがとうございました、はい、ぜひチケットをご購入ください。よろしくお願いします。ということでワールドロード共同代表HI 合同会社の平原イブンさんと、あと川崎フロンターレ社長の吉田明宏さんとお届けしました、はい、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。